亮田中。はい、こんにちは。ニューヨークでドラムやってます、田中亮です。本日はですね、ドラムのセッティングをスピードアップするコツというのをやっていきたいと思います。はい、セッティングをスピードアップさせるコツということでですね、これは自分のドラムセットを持っていく機会はそんなにないよっていう方でも、ライブハウスのセットにね、こうチャイナシンバルを追加したいとかいう時に、こう1本だけシンバルスタンド持ってったりすることなんかもあるかと思うんで、そういう時に役立つかなと思います。まずですね、ドラムをセッティングするとき一番時間がかかってしまうというか、削れる部分はどこなのかと言いますとですね、まあちょっと簡単に見ていくと、だいたいこう機材こうやってシンバルスタンドとか折りたたんで入ってますね。でこれをセッティングするのに、こう三脚をまず広げますよね。でまあ高さ適当に調節したりして、でシンバルをつけると、こういう流れなんですけど、この後に結局のところまたセッティングとして、こう高さの調節とか、あと角度の調節とか、ブームスタンドだったらその長さの調節とかあるんですけど、その調節の時間が一番時間かかるんですね。場合によってはなんかこう高さとかも全然決まってないのに、いきなりもうなんか PA さんがマイク立ててきたりとか、そういうこともあったりするんで、何を削れるかというと、この最初に出してスタンドをセットした瞬間に一発で高さとか角度を決めることができたら、めちゃくちゃ速くなるんですよ。でそのためのパーツとして、まあ、メモリークランプって言って、まあ、金属製のリングですね。でこうボルトで固定できるようになってて、こういうジョイント部分に止めることによって、こう差し込んだらそこで止まる、一発で高さが決まるみたいなのもあるんですけど、これの困ったところは、それついたままだと今度は逆に縮められなくなっちゃうんですね。なのでこう収納するとき、ケースに入れるときとかにものすごく邪魔になってしまうということで、使えるのがねこちらなんですよ。油性マジックですね。ほんとシンプルなんですけどね、もうここにピッて線書いちゃうんです。そうするともう縮めることもできるし、でセッティングするときも、あ、こう高さここだっつって、もう一瞬です、一発です。でこれシンナー使えばね、また消えるんで、シンナー家なかったら蛍光ペンとか、参考書とかにハイライトで書くやつ、黄色とかピンクとかの、あれギーってやったらこれ消えちゃうんで、まあ、蛍光ペンの方が黒くなるかもしれないですけど。でここでもう一歩踏み込んだ技がありまして、それは何かと言いますとですね、こういうストレートスタンドの場合はあんまり関係ないかもしれないんですけど、ブームスタンドとか、あとなんかこうクランプつけてパーカッションつける時とかに、この方向ですね、パイプの方向自体も決めたいっていう場合にですね、このさっき横線を引いたんですね、この高さに対して。でここで十字になるように縦線を入れるんですね、ピョンと。そうするとパイプ部分とクランプ部分ですねの縦線同士がこう来て、ここで一致したというところで位置が再現できるというわけなんです。でこの縦線も1本だとこう見る角度によって案外ずれて見えたりするんで、2本3本って書いておくと、もう間違いなく確実にセットできます。さあ続きましてはこちらクランプですね。これをつける場合に、これクランプって言いまして、まあこの先にこうですね、こうタムをつけたりとか、ここにあとパーカッション、カウベルなんかタンバリンとかつけれたりとか、あとはこれ自体を取っ替えてシンバルつけれるやつに変えたら、こっからもう1個、1つのシンバルで2枚、1つのスタンドで2枚のシンバルがつけれたりとか、そういう使い方をするんですけど、これの高さを決めるときにもですね、まずこのジョイント部分にもうガッツンコ当てちゃって、ギリつけるときにですね、この辺で止めないでガンとやって、この止まった位置で固定して、こちら側、あとここですね、ここのどこにつけるかとかで調整してセッティングを決めておくと、もう一発で場所が分かるのでめちゃくちゃ早いです。とはいえ、まあここの位置がここ固定にしてしまうと、高さの調節の幅ですね、それがまあ限られてきてしまうので、どうもそれだとうまくいかん、この辺につけたいという時はもうさっきのマジック技を使うといいと思います。あとですね、これ三脚に対してつけてるんで、この三脚ってですね、こうまあ三方向にあるじゃないですか。この三方向のうちの一つに対してと同じ方向にこう重さがかかってると倒れにくいんですね。でもこのちょうど真ん中のこの辺ですね、
この辺に対して上から重さがかかったりするとバタンって急に倒れちゃうんですよ。特にこうタムとかつける場合に結構重たいんで、ここに今タムをつけたとして、こことここ2本の間にそのタムの重さがかかっちゃうとスタンドがベーンってこっちに倒れちゃうことがあるんですね。なので位置、さっきの方向ですね、方向もこう縦線を入れてマジックで、で方向を決めてこのクランプの位置と足の位置、まあ実際にはタムがついたらもうちょっと向こう側になるんで、もし回した方がいいかもしれないですけど、の位置をあらかじめ決めておいて、それを書いておくと現場に行った時に一瞬で再現ができます。あと最後にですね、一つ便利アイテムとして最近よくあるこういうワンタッチ式のシンバルクラッチですね。普段普通のやつはだいたいこうネジ式でこうくる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 って回すと思うんですけど、これの場合こうギュッて押してあげると一発で固定できるんで、押してつけて離せばおしまいみたいな、これ結構ね、これはタマのやつなんですけど違うメーカーからも最近よく出てるんで、こういうのも活用するとスピードアップできると思います。はい、というわけで本日はですね、ドラムのセッティングを早くするコツというのをお送りいたしました。面白いなと思ってくださった方いらっしゃったら、いいねとかチャンネル登録してもらえると嬉しいです。あとツイッターとインスタグラムもやっておりますので、そちらもチェックしてもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。